ャーのレディオロマスです。最強チャレンジャーランキング1位、アマチュア時代世界選手権で銅メダルを獲得しています。 WBC 世界フェザー級タイトルマッチです。リングの上でまだパンチは当たっていません。左を出していくチャレンジャー、天才チャンピオン青高弘に襲いかかります。白と紫のトランクスがチャンピオン、赤いグローブです。青高弘です。25歳です。26歳のチャレンジャー、ランキング1位の最強のチャレンジャーロハスを迎え撃っています。プレッシャーをかけている。ワンツー、左から右、右構えのロハス、一方チャンピオンは左構えです。まずは相手を見ています。初防衛戦、獲得よりも難しいと思います。一方初挑戦のロハス、こちらにも硬さがあるようです。そしてこの試合の解説は元世界チャンピオンセレス小林さん、そして現役の世界チャンピオンです、WBC スーパーバンタム級チャンピオンの石岡俊明選手にお越しいただきました。お二方よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずセレス小林さん、少し硬い立ち上がりになったように見えます。もともと探ってますよね。探っている、はい、相手の実力を見ているというふうによろしいですか。ロハスはね、思ったより右打ちとね、はい、もっと左やると思ったんで、いい右ボディー右手に打っていきました。しかし左手かわすような動きが青高です。その青の経験ジムの先輩でもあります、石岡さん、はい、青選手の立ち上がりどう見ますか。いや、落ち着いていて、ね、本当に今あのプレッシャーかけてリボクションしてますね。いい、これはチャレンジャーのパンチです。あの右はね、あの右は外したいですね、しっかり外したい。ロハスは柔らかい動きを見せています。13、20勝のうちで顔勝ちがありますが、その全てを3ラウンド以内に決めているという、序盤に KO 勝ちを決めるというエリオロハスです。タイミングで倒しています。スピードには絶対に自信がある。打ち合いになりましたが、クリーンヒットはありません。残り時間は40秒、第1ラウンド、オープニングラウンドです。右でプレッシャーをかけるサウスポーの大高弘、しかし右を伸ばしてくる。あれはやっぱり伸びますね。右が伸びてくる、右のストレート、そして左のフックが要警戒のパンチだと準備をしていました。左を合わせていく。青には左のカウンターがあります。今回カウンターは6種類から9種類に増やしたと担当の田中トレーナーは話していました。
いボクサーです。また
Thank you.
勝者 WBC 世界フェザー級新チャンピオンエリオン